せていただきたいと思います。それからですね、6月30日の日曜日なんですけれども、神戸の、シーバスという、お船があると思うんですけども、こちらのパーティークルーズファンタジー号というお船でですね、神戸シャンパンクルーズ2013というイベントがありまして、それにクボドクエル、ゲストライブで、出演させていただきたいと思います。これがとてもですね、私もお客さんになりたいぐらいの、なんかあれでシャンパンが、4杯とですね、ライトミールの機種がついて乗船料も込みで4500円という、なんかお得ですよね、とてもね。なんかね、シャンパン飲み放題やったらもっといいんですけどね。4500円のわけないやろっていう感じですね。ね、ぜひぜひ皆さん、これが時間は4時から、90分間のですね、ご乗船になっておりますので、ぜひぜひ聞きにいらしていただきたいと思います。ね、はい、それでは残り2曲。スティービーワンダーの、違う、スティービーワンダーじゃないです。間違えました。マイケル・ジャクソンの曲です。ヒューマン・ネイチャーという曲を少しアレンジを変えてですね、お送りしたいと思います。Thank you.
がとうございました。ヒューマンネイチャー聞いていただきました。ありがとうございます。はい、それでは、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。クーポドブル最後の曲は、バネサ・ウィリアムスの、アルフィ聴いていただきたいと思います。今日は本当に素敵なの、ね、5組の、自分も含めてしまいました、ね、失礼しました。いやいやいいんですかね。はい、ね、また、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。アルフィ聴いていただきたいと思います。You find love.
ありがとうございました。クープドクエルでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかこうちょっとなんか長くしてしね、もう申し訳ないです。最後になったばかりに申し訳ないですね。もうね、何も考えてなかったんで、今日はちょっといつ、ね、すいません、はいはい、いやね、アンコールは、ね、いただいてありがとうございます。アンコールはカリアトークで終わりしましょう。早くね、飲みたいんですね。なんだそれ。そういう感じで茶そばね、茶そば食べられました。茶そばここの茶そば大好きなんです。なんか今月の初めぐらいからやってて、3日間は500円、その時に来たよ。え、本当に書いてたから。書いてた、早く言ってくださいよ。でもね、すごい食べがあ、でもなんか先ほどね、ちょっと作るのちょっと大変だからどうかなみたいなことをめぐさん言ってたけど、あ、本当でもちょっと食べたいなとか思って。どっちやね、アピールしてるのか。はい、まあちょっとね、はい、済んだ。そしたら最後、はい、はい、はい、そうですね、ちょっと賑やかな曲になってしまうんですけど、アフロブルーっていう曲を、させていただきたいと思います。ですね、ちょっとアフリカンな感じなんですけど、三拍子なんですけども、こうジャンベとかしてご存知ですか、太鼓でね、こう10人ぐらいがこう集まってひたすら叩くですけども、4時間ぐらい叩いてるらしいんですけど、ちゃんとこうその中では暗黙のあれでこうソロ回しがあったりで、だん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 こう激しくなって、やっぱりなんかこう人ってそういうの太鼓とかですけど、日本も太鼓ありますけど、世界中いろんな太鼓があって、まあ、そういう感じかなというふうに思ってまして、今日はちょっとねパーカッション入ってないんですけど、ちょっと2人で、そういう感じを、はい、出せたらなと思います。皆さんがパーカッションになっていただけると嬉しいです。